381型レーダーは中国で開発された3次元レーダー。輸出名は CEAGL t o コードネームはライススクリーン。開発は第724研究所で行われた。レーダー送信艦としては進行破お及び交差電力増幅艦を用いている。アンテナは向かって左側にフィンを備えていることから同破壊スロットアンテナを縦に積み上げた。 プレーナー例型と考えられており、垂直方向はフレスカン方式、水平方向はアンテナの旋回による機械式の操作を行っているものと考えられている。同時に10個の目標を追尾可能とされる。本機は1980年代中盤より運用を開始し、防空式艦として建造されたレ後ゴ 1Z 型駆逐艦のほか、 HQ-61B 艦対空ミサイルシステムと共に0 5 3K 型フリゲートにも搭載された。また、フランス製のクロタルコ艦防空ミサイルシステムを3歳化した HHQ-7 の艦隊配備が始まると、その搭載艦の一部にも採用されている。しかし性能的には不十分だったようで、2000年代以降、艦隊防空ミサイル搭載のミサイル駆逐艦の 収益が始まると、ロシア製のフレガート前マイナス5を散載化した382型レーダーが搭載されるようになっているが、こちらもシーグル SC として輸出にも供されている。ありがとうございます。